昨シーズン7位に沈んだ悔しさをバネに、行くぞ、最高の舞台へ。J2 シーズン開幕を前に県庁を訪れたのは、ビファーレン長崎の下平ヘッドコーチと選手ら26人です。2週間の沖縄キャンプで自慢の攻撃に加え、課題の守備も磨いてきました。仕上がりはあの非常にいいと。 感じています守備に関しても組織的に守れるよう今、準備をしてますので、今シーズンは10月に新スタジアムでの試合も始まる節目の年、3度目のキャプテンとなる秋の選手も気合十分です目標は間違いいいなななく J2 J1 優勝、勝昇格ってとととうここころででどどんなににひどい内容でも勝つってことにこだわっっててやりたいなと思ってます。 ビファーレンの開幕戦は今月24日、アウェーで藤枝との対戦です。来月2日にはホーム初戦で仙台を迎え撃ちます。